んなところにどうしたの？桃子、お前こそこんなところで何やってるんだよ。夜景を見てたのよ。暗い世界だなって思ってね。お前がその一端を担っていることも自覚しろよな。してるわよ。ね、そんなことよりフィンネルの防衛規制を排除するんですって？ああ、まだ悩んでるところだけどな。うまくいけばこの世界も明るくなるわね。なあ、お前本当に何なんだ。わからないことだらけだ。本当は好きでいじめてるんじゃないだろう。好きでいじめてるのよ。それは本当に本当の話だって。フィンネルがそれを望んでいるんだから。未だに信じられないけどな、フィンネルが望んでるってのが。アオトは私がフィンネルをいじめてるのを見てどう思った？正直に言ってみて。あ、そりゃ気に入らねえやつだって思ったさ。絶対いつか追い払ってやるって。いつかっていつ？そりゃなんかあった時だ。それまでどうしてるつもりなの？フィンネルに変なことしないようにずっとお前を見張ってるさ。本当に効果的よね。フィンネルの深層意識ってかなり頭いいわね。ん？私フィンネルに致命的な傷を与えることは絶対にしないのに。なんでかわかる？なんでだよ。アオトに排除されちゃうじゃない。そしてこの絶妙なバランスが作り出す一つの結果は、自分で考えてみてね。それじゃ私はそろそろどこかへ行くわ。おい、どう？気持ちは決まった？最後にもう一度言うわ。この選択はアオトにとってもフィンネルにとっても人生の重大な転機となるわ。本当に生半可な気持ちで決めるのはやめて。防衛規制を解除するなら今後人生をかけてフィンネルを幸せにする意気込みでいて。それはもしかしたら他にいるかもしれない青とへ好意を寄せている女性の思いを切り捨てることにもなりかねない。それも踏まえた上で決定してほしいの。俺は、フィンネル、俺が一生守ってやるよ。防衛規制は排除する。それはあなたのエゴかもしれないわよ。フィンネルはそれを望んでいないかも。エゴで結構。フィンネルは俺の召使いなんだぜ。自分のものを好きにして何が悪いってんだよ。そもそも俺と全然関係ねえところにでかい傷があるってのが気に入らねえ。これからずっと一緒だってのにそんな心機臭いもの残しておきたくねえ。わかったわ。それじゃ防衛規制に代わる新しいご主人様になる気構えはあるってわけね。当然だ。だからそれじゃ行きましょう。おやおや、皆さんお揃いで。今度は一体何を？まさか私を排除しに来たとか言わないわよね。話が早いじゃないか。お前たちを排除しに来たに決まってるだろうが。前も言った通り、私が消滅したらフィンネルの精神は大崩壊するわよ。本当は私を殺す気なの？そんなことにはならねえよ。今日からお前に代わって俺がフィンネルの正式なご主人様になるんだからな。あ、何言ってるの？それは無理だよ、アオト君。
部外者の君がなれるわけがないよ。やってみなくちゃわからねえだろうが。無理。お前に言われたくねえ。だって無理なんだもん。もしそれが物理的に可能でも精神的に受け付けられないと思う。なんでだよ。だって私だってフィンネルなのよ。それも健在意識のフィンネルよりもさらに深いところにいる存在なの。アウトが私を殺せばそれは新たなトラウマとなって深層意識に残るわ。それじゃどうすれば。なんだそんな簡単なことか。ソーマ、アオトが心の傷にならなければいいのだから、僕が君を消せばいいんだよね。そしてアオトが解放すればいい。私も協力するの。ソーマ、ユリシカ、ダメだ。お前たちだってこれからも一緒にいるんだろうが。残念だけど僕はもうそれほどここに長居するつもりはない。同じくあと数年でアルシエルに帰るわ。だからこれは今までの迷惑料よ。そんな。アウト、フィンネルを幸せにしてあげてね。あなただけがフィンネルを支えてあげられる。ヒールは最後までヒールなのが美しいものさ。それじゃあ遠慮なく行かせてもらうよ。ちょっと待って、そんなことしたら問答無用。これでとどめよ。フィンネル、防衛規制が消滅したわ。アオト、早くフィンネルのところへ。急がないと何をしでかすかわからないからね。防衛規制消しちゃったのね。悪い桃子、今はお前と話している暇ないんだ。ミュート、おい、ココナ。あ、おっと。フィンネル、フィンネルか。どうして。フィンネル、よかった、もう大丈夫だ。俺がフィンネルを。フィンネル、ちょっと待て。お前、一体どうしたんだ。どうしてアオトは私の前に出てきたの。いきなり何言ってるんだよ。どうして私の前に出てきた。ちょっと待て。死ぬのは苦しくなかった。私にとって死は身近な存在だったのに。死ねば楽になるって、死ねば全てから解放されるって思ってたのに、アウトのせいで死ねなくなった。アウトが私の前に現れたから、アウトを失いたくなくなっちゃったから、死ぬのが怖くなっちゃったのよ。落ち着け。死んでも楽にはなれない。アウトと離れたくないから、死にたくない。生きてるのは苦しい。人生も、よくもこんな生き地獄にしてくれたな。アウトなんて死んじゃえ。こんな世界ぶっ壊れちゃえ。私をいじめたクラスタニアも、ネバテイルの奴らも全員
ぶっ殺してやる。全員同じ目に合わせてやる。苦しい。手を離して。私毎日こんなだったの。こんなの毎日毎日。こんなの後だって逃げるでしょ。逃げなよ。ねえ早く逃げなって。バカ野郎、逃げるわけがねえ。絶対に話すもんか。俺はお前を一生守るって決めたんだ。死んでも話すもんか。俺はお前だけを守って生きる。どうしてなのよ。だからお前も。フィンネル。どうして私だけ。ねえどうして。どうして私ばっかりこんな目に遭わなきゃいけないのよ。いいんだよ。私何も悪いことしてない。私ずっと頑張ってきた。なのにどうして。ひどいよ。こんなの耐えられないよ。フィンネル落ち着け。フィンネル。よし、よく頑張った。よく頑張ってきたな。私は生きたいの。どうして生きてちゃダメなのよ。言えないよ。どうして私ばっかり。どうして死ぬとか、みんなに追いかけられたりとか。私何もしてないよ。フィンネル、大丈夫だ、大丈夫。お前は生きてていいんだ。死ぬな、絶対に死ぬな。死んだら俺も地獄の果てまでお前についていきそうだ。だから生きろ。よしよし、フィンネル、いい子だ。